田中健太は日本のプロフィールドホッケー選手。オランダの HOC がゼルンコンビネーティーと日本代表のフィールドホッケーチームでフォワードとしてプレーする。滋賀県前原市出身。前原市立春小小学校3年生の時にスポーツ少年団でホッケーを始め、前原市立伊吹山中学校、天理高等学校を経て、関西一部リーグ決勝戦常連の 立命館大学に進学してホッケーを続けた。大学卒業後は和歌山県庁に勤務しつつ、美の島ホッケークラブでホッケー選手として活躍。同クラブを母体とする青年男子チームで2015年の国民体育大会で優勝を果たした。2018年のアジア大会に男子ホッケー日本代表として出場し、金メダルを獲得。同年、 和歌山県庁を30歳で退職し、オランダのプロホッケーリーグに挑戦し、HOC がゼルンコンビネーティーに所属した。現役の選手として活動する傍ら、同年頃から母校、立命館大学のホッケーコーチも務める。2021年開催の東京オリンピックの男子ホッケー競技の日本代表にも選出された。日本は予選リーグで敗退したものの、 田中個人としては5試合でフィールドゴールを5得点上げ、得点ランキング同率6位に入った。さらにフィールドゴール単独のランキングでは、オーストラリアのティムブランドと並び、同率1位の活躍であった。ありがとうございます。